こんにちは、どうも、秋田弁クラブです。秋田の昭和時代の紹介として、今回は青森とのテレビ開局9ヶ月差が生んだ当時の人々のテレビへの強い憧れとその行動についてのお話をしたいと思います。まず NHK 総合テレビの開局日を見てみますと、東京が1953年、昭和28年の2月1日、大阪が1954年の3月1日、さらに東北6県の開局日を見てみると、仙台が一番早くて1956年、昭和31年の3月21日、さらに盛岡、青森、福島、山形と続いて、一番遅かったのが秋田で1959年昭和34年の12月25日となっています。そして今回の内容ですが、NHK 総合テレビの開局日の違い、青森が1959年昭和34年の3月22日、秋田が同年の12月25日。このテレビ開局9ヶ月差が生んだ私のふるさとでのお話をしたいと思います。残念ながら秋田の NHK テレビの開局は東北6県の中でも一番遅くて、東京からは約7年遅れでの開局でした。木材、鉱山、米などに恵まれて、周辺の各県に比べて豊かで、またエフリコ機の県民性を持つ秋田の人々は、都会文化への憧れと豊かさへの欲求は特に強かったと思います。テレビの素晴らしさを伝え聞いている人たちは、一刻も早くテレビのある生活をしたいと思ったに違いありません。秋田に9ヶ月先行して青森ではテレビ放送が始まりました。それを知ったごく一部の裕福で好奇心を忘れない人たちが、今では世界遺産となっている県境の白神山地を越えて、かすかに届く青森放送局からの電波を、高田こと立てたアンテナで受信し始めました。私はまだこの頃小学生の低学年だったですが、町の裕福そうな家にテレビアンテナが徐々に立ち始めたことはよく覚えています。広い秋田県なので、私の育った町よりさらに早い段階で隣の県からの電波でテレビを見ていたところもあったかもしれません。しかし秋田県北部の海岸地域は地理的に青森局の電波に頼るしかありませんでした。 NHK 秋田放送局も年末にはテレビ局を開設することは当然分かっていたと思いますが、都会文化への強い憧れと豊かさへの強い欲求を持つ人たちは、この9ヶ月差も我慢できなかったのでしょう。私が初めてテレビというものを見たのは、親類の家で見せてもらった NHK 青森放送局からのニュースでした。テレビニュースといっても、アナウンサーの姿を映しながら時々写真などの静止画像を出すなどろうと思っていましたが、その日に撮影した動画映像だと分かった時はびっくりしました。その画面は人や物の動きがなんとなく分かる程度で、全く鮮明なものではありませんでしたが、大きなカルチャーショックでした。しかしこの昭和34年、1959年の9ヶ月間には、今でも昭和史の話題としてよく出てくる出来事がありました。一つは4月10日の皇太子殿下のご結婚パレード、そしてまた6月25日には天覧試合での長嶋のサヨナラホームラン。これらの実況放送を青森放送局からのテレビ電波で見ることができました。東京から遅れること約7年、昭和34年12月25日には NHK 秋田放送局でもテレビ放送が始まり、テレビ画像も見違えるように鮮明になりました。さらに昭和35年4月1日には民放の秋田放送がテレビ局を開設しました。昭和30年代の懐かしい風景として、テレビのある家に近所の人たちが集まってプロレスなどを賑やかに見ている様子がよく取り上げられますが、秋田でも民放のテレビ開局以降、このような光景が一般的に見られるようになりました。奇跡と呼ばれた昭和30年代、
日本はこの10年で世界中が驚く成長と飛躍を遂げました。所得倍増計画、皇太子ご結婚、新幹線開通、東京オリンピックの開催など、昭和時代を印象づける出来事も数多くありました。その背景は豊かさへの強い欲求とそれを実現するエネルギーにあふれていた時代だったことを、テレビの普及過程を振り返って感じることができました。今では懐かしいカルチャーショックの連続でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは秋田弁など秋田に関する種々のテーマ、話題を取り上げています。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。